デコピン、パレードにも連れ回される。そして毎回悲しそうな顔してるの。草、打率1割の DH が犬連れ回してて、草、パレードに集まるファン全員見下してそう。なんでこの夫婦こんなに犬連れ回してんや。何人民より良い肉食べてそう。世話係の一定が消えた悲しみ、ストレスすごそう。ワイも大谷の犬になりたい。来年投手復帰したらボール運びやらされるのか。デコピンって犬らしくないよな。犬飼いはやたらと犬を連れ回すよな。懐いてなさそう感すごいよな。の犬、花火の音でショック死する事例もあるし、相当なストレスやぞ。満員のスタジアムの真ん中で始球式したりもだけど、ストレス半端ないと思うぞ。これまともな犬飼い流行らない。デコピンはこうやって自分で働いて贅沢な食事と暮らしをしているんやで。仕事がストレスだから虐待というなら、それは確かにその通りや。許せん。ワンカスなんて人間様に従わせてなんぼだろ。ストレス言うならそもそも飼うなや。リアルがうまくいかなくて大谷の活躍で現実逃避してるからそう思うんやろな。草、ご視聴ありがとうございました。